三近交流とは、近畿地方の4つの順南管私立大学を示す通称である。具体的には、以下の4大学を指し、名称は各校名の頭文字の組み合わせによる。括弧内は、学部の置かれているキャンパスの位置している都道府県と市町村を表す。1980年代後半頃、関西を拠点に置く、いくつかの予備校において、流行三近というグループ付けで、生徒を募集する事例がすでにあった。その由来としては、王文社の蛍行時代で使われ始めたという説がある。兵庫の江南大学の代わりに、京都の仏教大学を加えた三近物流も、京都や滋賀などの進学塾でしばしば使われている。2019年に、大学通信の安田健次常務が、これまで中堅私大グループとして、三近交流と呼ばれてきたが、最近は、京都を中心に、三近物流として、人気を集めていますと語り、また近大は全体的に女子が増えていることが大学のレベルアップ、イメージ向上につながっているとし、官間近立はあり得るでしょうとも語っている。これらの4大学は近年難気が続いてきた有名大学である。この大学群は近畿地方では関同立に次ぐグループである。ありがとうございます。